今週もお疲れ様でした。キャラです。今回はゾンビピグリンのトラップを作ったことで金がたくさん取れるようになったので、ピグリンの攻撃装置を作っていこうと思います。では早速行ってみましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。できたらこの拠点の近くに作りたいですね。違う。なので近場にいないかな。あ、いる。いた。なんかめっちゃいるけど、なんかすごい走り回ってるけど。いるけどどうやって捕まえてくるかな。中いないかな。いないな。待って、ダメ。いや、この通路の中にいてくれるとものすごい楽なんですけどね。どうしようかな。あ、いる。いきなしわいた。で、3人はいはい、乗ってくださいよし、3人ゲットしたのでお家のそばまで連れてきましょう。ここら辺からまた行けるんじゃない。行けろー怖い。いや、追いかけてきてる。あ、追いかけてきてる。怖。逃げろ逃げろー。あ、またでもここいるからダメかな。あ、怖い。よいしょ。ね、ゾンビピクマンいるとね、逃げ帰っちゃうんですよね。仕方ないのでボートに乗せましょう。ここにチェスト。で、今回は横にホッパをつけます。で、今ピグリンが2匹連れてこられてるので2個、両方1匹に作っちゃおうかなと思います。で、ホッパーの隣にコンパレーターですね。で、その奥にトーチ。で、ピグリンを入れるための場所をまずは作ります。よいしょ。で、ここにピグリン入れる感じですね。この手前にレッドストーンブロック置きます。で、これで金を吸い込まなくなったので、これを使ってピグリン出てきましょう。怖っ。あれ、あ、ちょっとやっちゃった。よし、入ってくれた。よし、こんな感じでこっちも行きましょう。で、仮ブロックを置いて、下から、違う下側に出るようにドロッパーをつけます。で、こっち側もドロッパーをつけます。よいしょ。で、まあこんな感じですね。で、この下のレッドストーンブロックは取っておきます。
で、ここにボタンをつけておいて、トーチの上にブロックを置いて、信号を上に流していきますね。よいしょ。で、このドロッパーまでつなげまーす。こんな感じ。よいしょ。これでできたんじゃないかな。あ、ここ閉じてない。こんな感じ。ちょっとやってみましょう。で、このボタンを押します。あ、やった、できたかな。え、大丈夫。あ、できてるっぽい。やったやった、できました。よし、じゃあ大量の金をちょっと詰めときましょう、なくならないように。こんな感じで無事に交易所ができました。やったー。ちょっとこじんまりとした感じですけど、ピグリンさん2体に頑張ってもらいましょう。で、今作ってる間も交易してもらってたので、ちょっと見てみましょう。この中身はこんな感じ。お、こんな感じでなんかいろいろ取れてます。あ、ネザークオーツがある。そうだった。あ、これでネザークオーツもいっぱい。あ、こっちいっぱい溜まってた。あ、すごいいっぱい溜まってますよ。え、これ、すぐチェストがいっぱいになっちゃいそう。どうしましょう。あ、これでも鉄もいっぱいあるし、鉄塊がいっぱい取れてますよ、もう。3スタックも取れてるので。ね、こっちにもあったし。あと何があるかな？あと、耐火のポーションもいっぱいありますね。ねえ、でもこのクオーツも結構交易してもらえてるので、これはちょっといいかもしれないですね。ちょっとゾンピグトラップでいっぱい金を手に入れて、ここでいっぱい交易してもらいましょう。ね、結構簡単に作れたのでよかったですね。では今日の動画はここで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。本日もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価などポチッとしてくれたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。